はい、えー、お世話になります。そっかじくの久保です。久保哲郎の収入ということでいただいてますけども、えー、っとね、まあまあ、税金も払ったんで、スパッと答えましょうか。私はね、複数の会社、あ全部で6社経営してるんですよ。たった1人で。で、そのうちの1つの会社の、おまあ、納税額をお知らせしますね、えー。どれも黒字です。赤字になってる会社、今い、1社もありません。3年前から全部黒字なんですよ。で、えー、っと、先週、 納税ししていきました、えー、と私が一番長くやってる会社広島観光事業株式会社の法人税その他納税額のトータルなんですけどもどっかに書類があったんですけどもねちょっと待っていただきますすいません